だいぶ前ですが、青山に素敵なスペースのイタリア料理の店があり、そこのシェフが大のジャズ好きで、本人もトランペット奏者という、私にとって格好の、いや、ジャズ面にとって行かずにはいられない店がありました。それがリトルイタリーです。今思い出しても、たくさんのジャズの出会いの場所だった思いがします。ここの店をイメージした曲を、生意気にも私が書いて、なんとトランペットの伊勢修一郎氏と竹内直氏の2フロントにてアルバムにしたのです。題してマイリトルイタリー。この度伊勢さんの訃報を聞き、できれば多くのジャズファンの方に一聴いただければと思い投稿いたします。
Thank you.